今回は家で簡単にできるウイスキーカクテル5選です。1つ目、ウイスキーとは何か。2つ目、家で簡単にできるウイスキーカクテル5選。3つ目、プロが作る究極のウイスキーカクテル。今回は以上でお送りいたします。ウイスキーとは何か。ウイスキーとは穀物を原料にした蒸留酒を樽で熟成したお酒です。世界5大ウイスキーというのがありまして、それぞれの国で作り方や味の特徴が違います。詳しくは先日の動画でお話ししましたので、まだ見てない方はぜひご覧になってください。概要欄に貼ってます。1杯目はアイリッシュコーヒーです。まず耐熱グラスを用意します。今回はこちらのアイリッシュコーヒー専用のグラスで作りたいと思います。耐熱グラスに砂糖を入れます。砂糖の量はお好みで調整してみてください。そしてアイリッシュウイスキーを 30ml 入れます。今回はこちらのジェイムソンを使いたいと思います。ラベルがちょっと違うんですが、中身は普通のジェイムソンです。そしてこちらにホットコーヒーを入れます。コーヒーはウイスキーや生クリームに負けないように、できれば深入りのものがおすすめです。そしてここでステアして混ぜ合わせます。もちろんこのままでも美味しいんですが、この上に生クリームを振ろうとします。生クリームは七分立てぐらいの柔らかめが理想です。こちらは100均にも売ってます。そしてこちらをバースプーンなどを使って優しく上に浮かべます。アイリッシュコーヒー完成です。この生クリームをホイップするのがめんどくさい方は、スーパーとかに売ってる市販のホイップされた生クリームを浮かべるのもありです。ちなみにこちらの正しい飲み方は混ぜずに飲みます。ではいただきます。いや、美味しいですね。最初は冷たい濃厚な生クリームが入ってきて、その後からウイスキーの味と苦めのコーヒー、そして砂糖のほのかな甘さ、順番に味わえますので混ぜずに召し上がってください。ちなみにアイリッシュコーヒーの発祥は1940年代のアイルランドの空港です。天候不良で引き返した飛行機の疲れた乗客の体を温めるために生まれたカクテルです。そして毎年1月25日はアイリッシュコーヒーの日です。この動画が公開されるのは1月25日過ぎてしまうと思いますが、この動画を撮影しているのは1月24日なので、滑り込みセーフということで、ぜひお試しください。ちなみにこちらのカクテル言葉は温めて。次のカクテルはカウボーイです。このカクテルは本来冷たいカクテルなんですが、今回は冬バージョンということでホットカウボーイをご紹介したいと思います。こちらはバーボンと牛乳と砂糖というシンプルなレシピです。カウボーイの由来は牛のカウ、バーボンから連想させるカウボーイ、これらを掛け合わせてカウボーイ。まずは耐熱グラスに牛乳を入れます。そしてこちらをレンジでチンします。この量で600ワットで2分チンしました。牛乳の量によっては吹き出す可能性があるので、レンジの時間は調整してください。そしてレンジで温めると牛乳の表面には膜を張ります。なのでこちらの膜はバースプーンなどで取ってやりましょう。そしてこちらに砂糖を入れます。砂糖の量はお好みでいいんですが、少し甘めの方がおすすめです。そしてバーボンウイスキーを 30ml から 45ml 入れます。そしてこちらをステアして混ぜ合わせます。カウボーイ完成です。ではいただきます。いや、めちゃくちゃ美味しいですね。ウイスキーと牛乳って飲んだことない方は抵抗あるかもしれませんが、めちゃくちゃ美味しいんでぜひお試しください。こちらは個人的には結構甘口にした方が好きです。砂糖ではなくて蜂蜜とか使っても美味しいです。温まるんで本当に冬にはぴったりです。ちなみにこちらのカクテル言葉は今宵もあなたを思う。カウボーイの一途な思いが想像できますね。遠距離恋愛中のカップルがこのカウボーイをお互いに飲みながらビデオ通話するというのもいいんじゃないでしょうか。次のカクテルは金柑のホットジンジャーハイボールです。まずは金柑を2つほど用意します。そして金柑はヘタに対して縦ではなくて横から切ります。横に切るとこういった感じで、包丁の先を使うとすぐ種が取れます。そして耐熱グラスに金柑を入れます。そしてこちらをペストルで潰します。そしてこちらにジンジャーエールを入れます。炭酸が抜けないように極力優しく注いでください。そしてこちらをレンジでチンします。はい、できました。今回はこの量で600ワットで2分ほどチンしました。そしてウイスキーを入れます。ウイスキーの銘柄はお好みでいいので、お手持ちのウイスキーを使ってください。今回は角を使いたいと思います。こちらは 30ml か 45ml お好みで入れてください。そしてここで軽くステアして混ぜ合わせます。金柑のホットジンジャーハイボール完成です。ではいただきます。美味しいんですけど何かが足りないですね。少しレモンジュース入れたいと思います。
うん、味がまとまりました。生のフルーツを使う場合は酸味とか甘みが個体差によっていろいろありますので、酸味甘みが足りない場合はレモン果汁とか砂糖を入れるのをおすすめします。もちろんこのお酒が染み込んだ金柑を食べながら飲むのがおすすめです。以前こちらの動画でご紹介したホットジンジャーハイボールはレンジで温めてもそれなりに炭酸残ってたんですが、金柑を入れてレンジでチンするとジンジャーエールの炭酸はほぼないですね。それでも普通にお湯割りよりは美味しいと思います。ぜひお試しください。次のカクテルはゴッドファーザーです。あったかい部屋でホットカクテルを飲んで、皆さんそろそろ甘くて強いカクテルで締めたいですよね。このカクテルはウイスキーとアマレットリキュール、この2種類で作るシンプルなカクテルです。このカクテルは映画のゴッドファーザーにちなんだカクテルです。ゴッドファーザーにちなんでバカラのグラスを使いたいと思います。ウイスキーにしてはないのですが、スコッチウイスキーを使うことが多いです。映画の舞台はアメリカなんですが、禁酒法時代のアメリカということで密輸されて闇市場で出回ったと言われるのがスコッチウイスキーです。そしてイタリア系のマフィアということもあり、アーモンドフレーバーのイタリアのリキュールアマレットを使います。まずスコッチウイスキーを 45ml 入れます。そしてアマレットを 15ml 入れます。そしてこちらをステアして混ぜ合わせます。ゴッドファーザー完成です。ではいただきます。個人的にすごい好きなカクテルの一つなんですが、アルコールは強いんですがアマレットの甘さもあってすごく飲みやすくて美味しいです。ウイスキーの強さとアマレットの甘み優しさがまさにゴッドファーザーのようです。ちなみにこちらのカクテル言葉は偉大、まさにゴッドファーザーを象徴するかのような言葉です。ちなみにこちらのベースをウォッカに変えるとゴッドマザー、ブランデーに変えるとフレンチコネクションです。そちらもおすすめなんでぜひお試しください。次のカクテルはラスティーネイルです。ラスティーネイルと聞くと XJAPAN の曲を思い出しますが、直訳すると錆びた釘という意味のカクテルです。こちらも先ほどのゴッドファーザーのようにウイスキーとドランブイというリキュールを混ぜるだけのカクテルです。今回はバーテンダー協会のレシピで作りたいと思います。まずはロックグラスに氷を入れます。そしてスコッチウイスキーを 40ml 入れます。そしてドランブイを 20ml 入れます。こちらのドランブイはスコッチウイスキーに蜂蜜、ハーブ、スパイスなどを配合したリキュールです。そしてこちらをステアして混ぜ合わせます。ラスティーネイル完成です。ではいただきます。これもゴッドファーザーと同じくアルコール強いですけど甘くて美味しいです。締めの寝酒にはぴったりじゃないでしょうか。ちなみにこちらのカクテル言葉は私の苦痛を和らげる、この強さと甘さが体に染み渡って疲れやストレスが吹き飛ぶ感じがしますね。次のカクテルはうちのお店で人気の熟成マンハッタンです。マンハッタンとは別名カクテルの女王と呼ばれています。以前こちらの動画でご紹介したマティーニというカクテルはカクテルの王様と呼ばれています。今回のマンハッタンは女王です。こちらの一般的なレシピはウイスキー 45ml、 スイートベルモット 15ml、 アングスチュラビターズ1ダッシュ。ベースに使うウイスキーはライウイスキーが一般的なのですが、カナディアンウイスキーとかバーボンウイスキーとかアメリカンタイプのウイスキーなら何を使っても大丈夫です。うちのお店ではメーカーズマークを使ってます。そしてこちらのカクテルを前割りしたものをアメリカンオークダルで熟成させてます。こちらアメリカンオークダルで中もちゃんと強く焦がしてる本物の樽で、サイズが小さいだけのやつです。ちなみにサイズが小さいと熟成は早く進みます。その分天使の分け前も多くて中身の量が減るスピードも早いです。こちらはミキシンググラスを使ってステアという技法で作ります。また今度動画で詳しく話したいのですが、こちらはカクテル技法がステアです。ハイボールやジントニックのようなカクテルは混ぜ合わせることをステアするというんですが、カクテル技法としてはビルドというカクテル技法です。間違えないように気をつけてください。まずはこちらのミキシンググラスに氷を入れます。そして水を入れてステアして冷やします。そしてストレーナーをセットして水を捨てます。そして熟成したマンハッタンを注ぎます。そしてこれはステアして冷やします。そして冷えたカクテルグラスに一気に注ぎます。そしてカクテルピックに刺したマラスキーのチェリーを飾ります。熟成マンハッタン完成です。ではいただきます。いやもうめちゃくちゃ美味しいですね。普通のマンハッタンはもちろん美味しいんですが、そこに樽香が加わって熟成されてますので、普通のマンハッタンより全然こっちの方が美味しいです。うちに来られた時はぜひ飲んでいただきたいです。ちなみにこちらのカクテル言葉は切ない恋心、まさに女王様という感じでしょうか。僕が想像するには、本当は好きな人がいるけどその人とは結婚できずに親が決めた人と結婚しないといけない、そんな感じの状況でしょうか。せっかくなので普通のマンハッタンと飲み比べてみたいと思います。ウイスキーを 45ml 入れます。そしてスイートベルモットを 15ml 入れます。そしてアンゴスチュラビターズを1ダッシュ、こちらをステアします。そしてカクテルグラスに一気に注ぎます。そしてマラスキーのチェリーを飾ります。
左が普通のマンハッタンで右が熟成マンハッタンです。全然色が違うの見えますか？上から見ても違いますね。下から見ても違います。正面から見ても違いますね。では普通のマンハッタンをいただきます。やっぱ美味しいですね。普通に美味しいです。そして熟成マンハッタンをいただきます。いやもう全然違いますね。甘みや旨みや濃厚さ、すべてが上回ってますね。まさにこちらがカクテルの女王ですね。こちらがカクテルの女王でしたらこちらなんでしょう。こちらはまだまだ女王というよりは小娘ですね。はい、というわけで今回ご紹介させていただいた5つのウイスキーカクテル、どれも簡単で美味しいんでぜひお試しください。ハイボールに飽きたという方はぜひお試しください。今回冬バージョンだったんで夏バージョンとかも今度やりたいと思います。というわけでこれからも家飲みに役立つ情報をたくさん発信していきますので、この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。